17、自分の時間を作る。ねやっぱり一人になりたいときあるやんあるやんそれをね、一人になりたいと思ったときに、一人になれる場所、そしてその時間があるってことが、やっぱりね、えー、夫婦の中で、えー、いい距離感を保つためには大事なことなんじゃないかなと思います。あのうまくいってる夫婦の共通点っていうのは、お互いがベタベタしていないってことなんですよ。ね、ベタベタするときもあってもいいけれども、もベタベタしないときもあるってことなんですね。 ね、お互いが自分の関わりたい距離感で、えー、適切なお互いにとっての距離感ってあるんですよ、えー、例えばおカッチが仕事してるときは話しかけてほしくないとか YouTube 撮ってるときは、ねえー、音を消してほしいとかねお互いが大事にしてほしいことあるわけでお互いが自分の時間で仕事をしていたり自分の時間の中で趣味をしていたりね自分の時間を心地よく過ごしているときにそれを尊重するってことはすごく大事なんですね,ね自分の時間だけど相手がそこに入ってくるとちょっとくるうっとうしいわけじゃないですか ストレスがたまるわけで、集中できないし、ね、YouTube 撮ってる時にね、向こうが向こうで一緒にギターにしようって優香ちゃんが言ってきたら、いや、できないし、うん、できないわけじゃないですか。 <laughs> そういうことであ、あのー、自分の時間を作るということ、その時間の中でね、えー、自分のご機嫌にするってことであったり、自分のストレスを解消するってことであったりね、えー、瞑想ということで、頭の中を真っ白にして、ねえー、明日はもうちょっと頑張るぞっていうねあ、自分が本当に大事なことに気づく時間を作ったりとかね、そういうふうにお互いがお互いの自分の時間を尊重するということ、大事にするということ、ね、自分の時間を大事にしているときは、えー、極力そこに入り込まないということ。 ね、これも大事なことなんじゃないかなと思いますそう、いい距離感なんですよ自分が相手とこういう関係こういう距離感で付き合いたいっていその距離感あるわけでしょ自分と相手の距離感をこういう風にしたいなって距離感と相手が自分とどういう距離感で付き合っていきたいのかねその距離感が違うケースもあるんですよで、ねね、例えば奥さんがずっとベタベタしたいっていうふうに思ってる、ね、ずっと24時間一緒にいたいって思ってるかもしれないし えー、そういう距離感に付き合っていたいって思ってる方もいるかもしれんし、えー、反対に旦那さんはいや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 、あのー、土日は1人で過ごしたい、野球したい、写真撮りに行きたいっていうふうに、自分のそういうふうに自分の時間を大事にしたいって思,思われてる方もいるかもしれん。なので、そういうことをお互い尊重するってことですね。お互い尊重するってことね。はい、18。 共通の目標を持つ。うん。共通のプロジェクトを持つね。おかち、ゆうがちゃんとね、同じ会社で働いていて。まあ、会社を立ち上げて半年ぐらいの時にゆうがちゃんと出会って、まあ、そこからね、まあ、経営のことを相談したりとか、実際にクラスを担当してもらったり、ね、やってるから。で、このね、やっぱ会社を運営していくっていうものすごい大変なんですよ。毎月80万円ぐらいのね、えー、赤字になることもあって、80万円、自分の財布がなくなっていくんですよ。想像してください。80万。 ねまあ、これは3ヶ月で済んだけど、ねまあ、2年間毎月20万赤字だった時もありましたよ。で、まあ、融資はできる。250万融資できる、ね。融資できるけど、じゃあ20万やったら、まあ、2年になったらなくなるわけじゃないですか。じゃあまた融資するんですかって。借金するんですかって。 それをいつまで繰り返すんだろうってね。売り上げの見込みが立たずに、もうずっとその喧嘩してたこともあった。そういう苦しい時代をね、乗り越えてきたんですよ、優香ちゃんと一緒にね、えー。そういうことがあったので、そういうことがあったのでね、あのー、すごい信頼できるんですよ、優香ちゃんのことね。そういうふうに、一緒に会社をするっていうのは、すごくあのレアなケースだと思うんだけども、共通の目標を持つっていうのは結構できそうよね。 共通の目標を持つ、どんなことでもいいんじゃないですか。お互い1 0 k ロマラソンやるぞーとかでもいいかもしれんし、じゃあこの植物一緒に育てようかとかでもええかもしれへんし、なんだろうなえ、じゃあ一緒にちょっと演奏してみる私ギターするから、あなたピアノやってるし、ちょっと一曲弾いてみる今度発表会とか出てみるかとかでもいいかもしれんし、なんかね、共通の目標を持つってことは大事かなと思います。あのー、もちろん、目標、共通の目標を持つから、喧嘩することも増えるんですよ。 だからみんな違ってみんないいじゃなくてお互いの中で共有してるゴール一つのゴールに向かって進んでるわけだからねあの価値観が合わない時にどっちの意見を優先するか,とか決めないといけないことが出てくるんですねなのであのぶつかることもあるんだけどぶつか,るぶつかりながらもねその中にあ相手はこんなことを考えてるのかっていう相手の考えとか価値観を知れる機会にもなるしねえそこで分かり合えるということで絆も深まっていくんですよね。 うん、なのでなので共通の目標を持つということ、まあ、植物を一緒に育てる、ね、一緒にあの生き物を飼うっていうことでもいいかもしれないそういうこともね、まあ、子育てっていうのがそもそも、ね、共通の目標を持ちやすいところじゃないですかどんな子を育てるそのためにどうしていこうか習い事もそうだし受験する受験しないっていことも含めてね、えー、子育てに関して、えー、一つのプロジェクトって考えてね共通したゴールを持つ。 であったり、えー、何だろうどうしていくかって作成を練るってこともすごくいいんじゃないかなと思います。19、定期的に家族会議をする。うーんこれはいいよね。うーんあのー、日々ね。 共有しなあかんこともあると思うんですよ。そのゴミゴミの日がどうとか、いや明日はカンカンの日やでとか、えー、ちょっと風邪ひいてるから、私風邪ひいてるから送迎してとか、ね、子供が風邪ひいたからごめん、あなた迎えに行けるとか、なんかそういうようなね、えー、業務連絡であったり、報告しなあかんこともいっぱいあるんだけども、それプラスね、もっと大事なことっていうのは、どういう関係性でありたいのか、私たちってことです。ね、どういう夫婦関係が理想なのか、私たちの理想のゴールを明確にする。明確にするっていうのは、 言語化するってことです。言語化する。ね。えー、どんな家族でありたいのか。どういう関係性でありたいのか。で、さっき言った子育てにおいても、どんな構想を当てたいのか。そのためには、どんな力が必要で、どんな関わりをしていく家訓を作るっていうのもいいよね。家族全員で家訓を作る。全員が、えー、心地よく、えー、穏やかな、えー、毎日を過ごすために、どんなルールがあったらいいかな。 とかいうのを、え加、ー、藤家家訓みたいな感じでね、えー、7つ考える、塾を考えるでもいいけど、全員が納得できる家訓を考えるっていうのも一つおすすめですよね。まあそういう家訓を作るってことであったり、定期的にね、まあこれからどういうふうにこの家族を運営していくのかと、まあ家族っていうのは一つの会社と捉えたときにね、えー、会社のビジョン、どうする家族のミッション、どうするね、えー、家族な、ほかほかな家族とかでもいいかもしれんし、 ねおたえー、一人一人が自由に生きられるそういう、えー、環境とかでもいいかもしれんし家族のゴールを作るゴールを作って方針を作り、ね、家訓を作ったりしながらねでそういうふうに言語化してたらねお互いがなんかどんなことを考えてるのかってさっきの話にもつながるんだけどでどういうふうに家族をしていきたいのかなって分かるし、えー、そういうふうに言語化されてたらね、えー、お互いが、ね、ルールを尊重できるわけじゃないですか。 ね、そういうふうな、格を守ろうっていう方向でね、コミュニケーションがあの進みやすいわけでしょ。何か問題があったときに、あ、じゃあ、我々はこういう家族を作りたいと、お互いを尊重できる家族を作りたいから、ここにおもちゃを出しっぱなしにしてたら、あなたはいいかもしれないけど、えー、お父さんにとったらリラックスできないよね。じゃあ、お父さんにとっても、あなたにとってもリラックスできる、ね。お互いの自由を尊重できる。そういうリビングにするためには、このおもちゃどうしたらいいかな。 っていうふうに、そういうふうにね、えー、ポリシーであったり、格言が決まってたらね、話し合うときもスムーズにいくんですね。問題があったときにね。そういう意味で、えー、定期的に家族会議をするっていうのはおすすめでございます。そして、そして、いよいよ最後になりましたね。3ヶ月に1回デートをする。うーん、毎月と言いたいんだけど、まあ、おかっちはね、3ヶ月に1回、ゆうがちゃんとデートしてます。まあ、そのデートではね、まさに家族会議も兼ねてるんですけど、あの、熊野古道のね、 霧の里高原っていう天空の宿があるんですけどそこに3ヶ月に1回行ってね、えー、こ,れこれまでの3ヶ月どうやったーって振り返りをしてそしてこれからの3ヶ月はどうするっていうことを決めて乾杯ってしてそこからはね熊ののことを歩いたり一緒になんかおいしいご飯を食べたり、ねえー、なんだろう演奏したりとかしながらお互いにスペシャルな時間を過ごすっていうことを3ヶ月に1回やってます。 ね、そうやって3ヶ月に1回お互いの、ねえー、頑張りをねぎらったりご褒美を与えたり、ね、こんなことあったねあんなことあったねってこう思い出を振り返りながら、ね、新しくどうやって生きていくっていうことを、ね、相談するそういう時間があれば、ねなんだろうなえー、それからの3ヶ月っていうのも充実するし何か問題があった時にも話し合えるし。ね で3ヶ月苦しいことがあったとしても、ちゃんとそこでお互いがねぎらい合えるということがあればね、絆も深まっていくんじゃないかなと思います。3ヶ月に1回、ランチデートでもいい。ね、どうでしょう子供預けられへんかな託児所、ダメかなうーんち、大きかったらね、ちょっともう子供は1人で遊んでもらって、ママとパパ、3ヶ月に1回のデートやねみたいなことでね、子供にも理解してもらう。ね、そういうことも含めて、これ、20。 もう一番大事じゃなんか、一番大事なんじゃないかなと思ってます。もちろん、その対話をしたり、問題について話し合うってうことも大事だと思います。子育ての問題であったり、ね、えー、夫婦関係における、えー、どうしても理解してほしいこと、それをね、えー、話し合うことも大事だと思うんだけど、やっぱりね、お互いが笑い合える関係性、お互いが自然体でいてね、ほっこりできるような関係性を保つためには、そうやってね、定期的にね、デートをする。これはいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、ということで、 ままとめましょうか今日はうまくいってる夫婦の共通点を20個紹介させていただきました。ね、なぜ夫婦関係が悪くなるのかもう一言で言えばねコミュニケーションなんです夫婦関係が悪くなるコミュニケーションをしていたら夫婦関係が悪くなるということ、ね、どんな言葉書きをするのかどんな関わり方をするのかそういうことなんですね。 で単純に日々のコミュニケーションが変わったり、関わり方が変われば、お互いの関係性も変わってくるということなんです。なので今日はね、その中でね、おかっちが、優、え、雅、ー、がちゃんと実践していることであったり、えー、夫婦関係における相談があった時に提案していることを厳選して20個紹介させていただきました。まずは挨拶っていうことね。ね理解してほしいなら理解するってこと。で、自分の状態を整える。ね、業務連絡だけじゃなくて、会話の量を増やしていく。 ね。お互いが笑い合える。そういう時間を増やしていくってことねで。一緒にご飯を食べるであったり、喧嘩を恐れずにちゃんと思ってることは言う。で、相手の言い分を最後まで聞くということ、ね。そういうこと大事だよね。で、旦那とかパートナーにすべてを求めない。えー、ね、家の外に友達を作ったり家以外の居場所を持つということ。すごい大事なことなんじゃないでしょうか。で、お金。やっぱり夫婦喧嘩の、ね、あの夫婦喧嘩のき,きっかけであったり、 原因の一つとしてお金のことって結構大きいと思います。ね、これから先どれくらいお金が必要なのか、お金をどうやって稼いでいくのか、どうやって運用していくのか、しっかり、えー、現状を把握した上でね、話し合うということ、大事なんじゃないでしょうか。で、ほっこりするメモ書きをしながら、具体的にありがとうを伝える。で、自分が悪いなと思ったときは、非を認めて謝ると。 いうことであったり、えー、共通のプロジェクト共通の目標を持つ子育てのことでもあってもいいし、えー、植物を育てる家庭再現をしてみるとか、ね、そんなことでもいいんじゃないでしょうか。そそそしししてててヶ月に1回 デートをするどうでしょうドライブデートでもいいし映画館でもいいし手軽にできることからでも、えー、やってみるのはいかがでしょうかでこのようにね20個紹介したけど、まあ、全部が全部できるわけではないと思うので何かしらね一つでも参考になれば幸いです、まあ、こんな感じでねこの番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや、えー、子供を自立させる関わり方を紹介していますやっぱり夫婦関係が良くなる夫婦関係が間でね安心 できる関係性ができたら子供も安心して自己肯定感も高まっていくと思います。はい、えー、なんか少しでもね、えー、共感できるポイントがあれば高評価とかいいねとかをしていただいたら大変励みになります。そしてそしてこういう風にね、えー、音声中心の緩める子育てラジオ、えー、現在16個もうすでにあの投稿しておりますので緩める子育てラジオの再生リストチェックいただいたらもうそれをラジオ感覚でねかけ流ししながらまああの家事をしていただいたり、えー、通勤して いいただいただりできるような形になってますのでぜひね1回か2回3回聞いてみてください、ね、タイトル見て関係ないかなって思うとこでも絶対どこかでつながってくるから、まあ、とにかく、あのー、聞いてみてくださいということですで概要欄にはね、えー、著書の案内ゆるめる子育ての本の案内とあとは公式 LINE の案内もありますのでそちらもチェックしてみてくださいあとおかっちはね毎日ボイシーというラジオもやってますのでそのおすすめの放送も概要欄に載っけておきます はい、ということで今日はこんな感じでしょうかねはい I am a starYou are a star 自ら輝けば世界はキラキラと輝くワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ頑張った今日も頑張ったよ11お金のことについて話し合うどうでしょうかお金のことを把握してます もうお金のことは全部パートナーに任せているとかそんなことないあのー、やっぱりね夫婦喧嘩で一番多い、まあ、トップ3に入るのはもうここ10年変わらないわけでやっぱりお金に関係することなんですね お金の使い方、パートナーのお金の使い方であったり、もっとお金を稼いでほしいっていうことであったりね、そういうこと、お金のこと、習い事をどこにするっていうことであったり、お金の使い方とかね、お金のため方とか、そういうお金をどこに分配するのかとか、お金をどういうふうに貯めていくのかとかね、お金をどう稼ぐのかとか、それに関する喧嘩がね、やっぱり一番多いんですよ。なぜなら、家族を支えるのってやっぱお金じゃないですか。 夫婦が豊かに過ごす、そして子供を、ね、サポートするためにはやっぱりお金が必要で、そのお金についてしっかりと納得いくように、えー、話し合うこと、えー、お互い見える化してね、どれだけ使ってるっていうのを見える化して、えー、そ,しそしてこ,のこれから先お金をどうしていきたいのか、どう運用していく、どう貯めて、どう使っていきたいのかっていうお金に対するあの価値観ですよ。うん、あの具体的な使い方、例えば食品は何万円するとか、それも大事なんだけど、大事なのもっと大事なのは、お金に対する価値観です。 うん、これからお金とどのように付き合っていくのか、どのようにお金をね、えー、蓄えていくのかとね、そういう方針的なところを共有するということ、話し合うということです。例えば、岡地と優香ちゃんの中ではね、もう今はね、低コストライフっていうところでね、結構、それでいこうかっていうことでね、落ち着いてるんですよ。低コストライフ、あの、風谷さんがね、提唱してることなんですけども、えー、どこかあったな、メモが、メモがどっかにあったんだけど、もうちょっとわ、わさ、 あ、こ,こだな低コストライフっていうのはね、とにかくね、えー、どこやったっけ昨日本読んだとこなんですよ。えー、余計なものを背負い込んでしまった生活やお金の流れを見直すことなんですよ。だから単なる節約ではないんですね。えー、欲しいけど我慢するっていうことではなくて、 等身大の自分に立ち返る作業なんですよ。自分本来の形に戻していく。これが低コストライフなんですね。本当は欲しくないのに、なんかわからんけど、こんなスーツ買わななななんんかこんなスーツ買わなあかん気になってるとか、なんかこんなかっこいいブランド物の時計をね、えー、身につけなあかんってなってるとか、食事した後にアイスクリームを食べるってことになってるとか、なんかわからんけどやってしまってる習慣、余計なものを背負い込,、ま、背負い込んでしまったね、そういうルーティーンですよ。そういうものを、 えー、手放してていいくっここととそういうことですね知らず知らずの間に染まっていた思い込みとかそういうものから自分を解放する作業これが抵抗ストライフなんですねなので、えー、お金を稼がないといけないではなくてそもそも、ね、お互いが心地いいと思える生活をするためにはいくら必要なんだろうってうことを見直していく食費はいくら生活費はいくら光、ね、熱費はいくらそういうことを見直していってじゃあそのためにいくら稼いだらいいんだろうか ね、えー、老後のことも考えて、じゃあ投資はこれぐらい必,必要だよね。積立 NISA、イデコ、ね、それ以外にも小規模企業共済とかね、個人事業主とかではあったりします。そういう,ふうにも含めて、どういうふうにお金を運用していくのかっていうことをしっかり話し合う。これすごく大事だよね。うん。これすごく大事なので、まずね、えー、現状、今いくら、どういう状態になってるのか。 ね、食費どれぐらい使っていて、光、えー、熱費がどれぐらい、ねえー、月だいたいこれぐらい使ってるんだよねっていうところをちゃんと現在地を、ね、共有しつつ、じゃあこれからはこれからはどうしていきたいのかなと、ねえー、心地いいと思えるお互いが穏やかに過ごしていける、そして子供を幸せにするためには、ね、どれぐらい必要なんだろうっていうのをしっかり計算して、じゃあそのためにはどれぐらい稼がないといけないのかって見えてくるでしょ。ね、それをしっかりとね。 じゃあ何歳までに、何歳まで働くっていうのが見えると、じゃあ定年した後、じゃあそのね、しっかりその運用していかないといけないわけじゃないですか。定年した後にね、どうしていくのかっていうお金を今からね、貯金というか、投資をして増やしていくってことも含めて運用していかなあかんわけでしょ。そういうこともしっかり話し合うってことです。で自分ら2人でやったら難しかったらね、えー、なんだろうな、FP さん。 そういうあの相談の窓口とかもあるじゃないですか、ね。行政であるので、そういう方にも相談しながらね、えー、財政というか自分の家の、ね、懐事情をしっかり透明化してあみ、透明化っていうのはみんなに言わなくていいよ。SNS で発信せえて言ってるわけじゃなくて、家族の中でねパートナーとしっかり共有するということ、これ大事なことなんじゃないかなと思います。12、ほっこりす,ほっこりするメモ書きをしてますかこれねさっきガちゃんに最近 3年ぐらいおカチやってないなって言われました <laughs>。このね、あのー、今からこの話すんねんってなった時に、おカチこれやってないやんってはい。 やってないです。すいません。あのー、付き合った当初とかね、えー、結婚したての頃はね、ほぼ毎日、毎日は言いすぎやな。1ヶ月に1回はやってました。いや、毎日と1ヶ月に1回全然ちゃうな。もう簡単です。付箋に、なんか一言メッセージを書いて、えー、なんだろうな、えー、ゆうがちゃんが見るパソコンの上にペタって貼ったりね、おかちが作ったおに,おにぎり、おにぎりのおにぎり袋の中に忍ばせておくとかね、そういうことです。どんなことでもいいんですよ。いつもありがとうとかでもいいし、 ねえー、おにぎり美味しかったよとかでもいいし、どんなことでも一言、一言、プラスちょっとほんわかする絵、これ絵がポイントなんです,よ、A、ですよ。絵文字でもいいじゃないですか、顔文字でもいいし、おかちゃん、猫ちゃんいつも書いてるんだけど、なんかそのほっこりするメモ書きをペタペタ貼ってあげるっていうのもね、これもね、コミュニケーションの一つやし、ほっこりするわけじゃないですか。ね、これはね、結構おすすめ、手軽に,手手軽にできるよね。 ま本当はね、1年に1回手紙を書くっていうのね、これおすすめなんだけど、おすすめしながら僕1回もやってないんで <laughs>、1回もやってないんで、ここには書かないけれども、ね、手紙っていいでしょまあ1、まあ、やってないな手紙やな。うん、5年に1回ぐらいはやってましたけどね、やってますけどね、5年に1回ぐらいやな。うん。まあ、これはちょっと手紙っていうのはちょっとこう、ハードルが大きいので、あのほっこりするメモ書きをっていう,うにあにしました。これやったら手軽にできそうでしょはい、13。 家事の負担を見える化する。これね、すごく大事なんですよ。ねえ。やっぱり家事とか育児ね、これね、どれだけ時間を使ってるのかって、なかなかパートナーに理解してもらえないですね。うん。理解してもらえない。で、名前のつかない家事とかもあるわけじゃないですか。ね。例えば、風呂洗いってなった時に、いや風呂を洗うためには洗洗、洗剤がね風呂洗、風呂の洗剤が切れてたらできへんし、あのスポンジも用意しなあかんし、 ねえー、もっと言えば、なんだろうなあのー、たまに月1回くらいカビキラーとかもしなあかんかもしれん。でカビキラーするためにはなんだろうあのー、マスクとかも必要だし、あのー、目のゴーグルとかも必要かもしれんよね、うん。そういうふうになんだろうとにかく風呂を洗うという一つの工程の中にも洗剤を用意するとかスポンジを用意するとか、えー、カビキラーをするとかなんだろう、まあ、あの換気扇を当てるとか。 カビキラーやったら、えー、1時間ぐらい時間を空けるとか、<laughs> ね、なんかその名前のつかない工程とかいっぱいあるわけで,で、そういうのをしっかりと相手に理解させるってことが必要ですねで。実際に24時間時間あって、あんた家におるから暇やんじゃないんですよ。24時間の中でこれだけ家事に時間つく使ってるんですよっていうのを分単に出す。育児でもね、これだけ送迎とか含めて1日これだけ使ってるんですよっていうのをちゃんと数字で出す。 通じで出すって、それがね、例えば1440分かもわからん、わからんで、ね、出したら、出したら、1440分だとちょっとあの合わへんな、合わへんな。うん、まああのー、週ね、毎週これぐらい使ってるとかでもいいし、1日で言ったら、まあ例えばね、5時間分、300分使ってるんだとかね。そういうことを出した,出したら、えー、これじゃあちょっと不公平だよね、と。あなたはこれだけしか使ってない。ね。これこれあ,あなたの,あの家事やってる時間は、まあ10分だよね、と。 俺、風呂洗ってるって言うけど、10分で洗ってるよね。とか、ね、さ洗ってるって言うけど、5分だよね。私、300分なのよ。っていうことで、話し合いできるじゃないですか。私、300分、あなた、5分だよね。なので、これをもう少し負担を和らげてほしいなと、ね。そうすることで、子どもと穏やかで関われるし、えー、パートの時間をもう少し増やすことができるの。 我々はこれだけお金を稼ぎ,稼,ぐ稼ぎたいって話をしたよね。でも、そのために私ももう少し協力したいと思っていてで、そのためには家事の負担を減らしてほしいの、などなどね。そういうことも含めて、家事や育児だけの話をするんじゃなくて、えー、家全体のことをね、家全体でどうしていきたいのかっていう、さっきの仕事の話を持ち出したけど、そういうことも含めて、家事の時間を調整するってこと、すごく大事だよね。そのためには、家事の負担を見える化する。 一日何分家事、そして育児に使ってるのか、分単位で計算してみてください。それを、えー、話し合いの時に、えー、パートナーに提示してみてください。はい。えー、次は14かな。ちょっとコロナ飲みますね。はい。仲直りする方法を考えておく。あ、これすごく大事だよね。いや、喧嘩するの悪くないね。喧嘩した後にお互いが言いたいことを言い合った。その後にね、 言いたいこと言い合って何をするのか具体的に決まったってなった時になった時にねもう争う必要ないじゃないですか言いたいこと言い合って具体的にこうしようって決まったでその時の仲直りする方法を決めるうちらはねハグですハグとにかくハグうんハグギューって抱きしめておしまい、うんね、それがないとやっぱこうなんだろうぬく,もりを感じぬくもりが感じられるような仲直りの方法がいいね なんその具体的に頭ではねこう,こ,れこ,うやこうやったらお人決まった頭では落ち着いてるだけどやっぱ心の方では落ち着いてないですねなのでその心を沈めるっていう意味でぬくもりをかが感じられるような仲直りの方法スキンシップでもいいしなんか一緒にカラオケに行くとかでもいいしねカラオケに行くことがぬくもりを感じないかわからへんけどとにかく心が落ち着くような仲直りの方法を決めておくっていうのは おすすめやねうんそれをやらないことにはなんかお互いモヤモヤした状態でね、えー、喧嘩を引きずってしまうので喧嘩をすることは悪いことじゃないし言いたいことを言うことも悪いことじゃない、ね、でもそのちゃんとこれね後々引きずらないように最後仲直りする方法をあらかじめ喧嘩をしていない時に決めておくっていうことこれすごく大事だと思いますはい15ねえこれお価値あんねんな あのー、自分の意見を言った後にねいに、そもそも、いや僕、こんだけやってるよと家事、ね、洗い物もしてるし、お風呂も洗ってるし、ねえー、いっぱいやってるよ、やってないって言われると嫌なんやみたいな話をした時に、ね、いやいにい、僕よりもやっぱり優雅ちゃんの方が家事いっぱいやってるな、優ガちゃんも仕事もしてるし、で家事もやってるしあ、これちょっと僕間違ってたなってあの話し合いの中で気づくことがある,あるんですね。でその時に 認めてしまったら、なんかこう、負けになってしまうみたいな気になって、自分が最初に言ったスタンスを変えずに、いやいやいや、もっともっと家事やってほしいみたいなことを言ってしまったりするんですね。そうじゃなくて、自分が悪いなって思った、分かった段階で、あ、ごめんごめん、さっきはこう言ったけど、今話し合いしててね、確かにあなたの言うことはこうだなと思った、さっき言ったことをごめんなさいっていう風に、ちゃんと話し合いの中でね、 自分が悪いなって思ったところが見つかれば、その時点で謝るってことは僕大事だと思います。全部僕が悪かったじゃない。じゃなくていいんですよ。そのね、あの、確かにこの部分はあなたに非があると思うけど、この部分では僕が言い過ぎたなと思う。この部分では僕が悪かったなと思う。ごめんなさいと。自分の非を見つけたら、その非,非を見つけたその部分だけ謝る。とにかくごめんなさいって謝るとかじゃないですよ。具体的に言うんですよ。 ああのあのさっきはそういう言い方したけれども、よくよく考えたらね、僕だけじゃなくて、優香ちゃんに負担が多かったってことを気づいた。あんな言い方してごめんねって。具体的に謝るんですよ。ごめんなさいって言っとけば済む。じゃないですよ、ね。全部私が悪かったじゃないですよ。具体的に何が悪かったのかって非を認めて、その部分をしっかり説明して謝るということ。これね、やっぱ子育てにも影響するんですよ。ね、親でも間違った部分があったら謝るんだと。 で謝るってことはすごく大事なことなんだ。で謝れば、ね、喧嘩をしてても、ね、雰囲気が悪くなってても、元通りになるんだ。それをしっかり子供に見せてあげること、すごく大事なんですねで。親が謝らなかったら子供も謝らないんですよ。そうなんですよ。ごめんなさいわって言われても謝らないんですよ。ごめんなさいって言うだけですよ。ごめんなさいって言わせることが解決じゃない。本当の謝罪っていうのは、自分が悪かったところをちゃんと認めて、心,が心を込めて相手に伝えること。自分の言葉で伝えること。 じゃないですか。そうですよね。で相,手の相手の心、相手もちゃんと納得してもらうことですよね。そういう意味でも、子供への影響ということも含めてね、ちゃんと自分の非を認めて謝るっていうこと。これはできそうですかね、どうでしょうか。とにかくごめんなさい、ごめん、ごめんって謝るんじゃないですよ。自分の非を見つけたら、その瞬間、その自分の非を見つけた部分を言語化してしっかりと伝えるってことですね。はい、16。 具体的にありがとうを伝える。ねこれも15と同じなんですけど、ありがとうっていうこと、まあこれはすごく大事なんですけど、何に対してありがとうと思っているのか、それをしっかりと具体的に伝えるってことですね。うん。あのー、なんだろうな。えー、忘れ物を届けてくれて、えー、得意先に迷惑かけずに済んだよ。ありがとうね。ね。忙しかったのに届けてくれてありがとう。 ね、ちゃんと具体的にありがとうを伝えるってことね、えー、しんどいのに肩揉んでくれてありがとうって、えー、楽になったわ楽になったから今日,今日も一日元気に働けそうありがとうねっていう風に具体的にメッセージを言語化して伝えるってこと、ね、これはもう具体的に言語化する15と16一緒ねごめんねっていうのとありがとうっていうこと感謝を伝えるってことと謝罪するこれどちらもしっかりと具体的に伝えるってことが あの具体的に伝えることで相手に伝わるってことですね。そうそうなんとなくこいつ謝っ,と謝っといたらいいと思ってんちゃうかとか、ね、ありがとうって言っとけばいいと思ってないみたいなじゃなくて具体的に伝えるってことでございますはい6つ目「一緒にご飯を食べる」どうでしょうか朝昼夜一緒にご飯を食べてるそんな時間ありますかね旦那さんが忙しいとか ね、奥さんが、えー、なんだろうな、バタバタしてるとかね、いろんな事情で一緒にご飯を食べる時間っていうのがなかなか取れない家庭も多いと聞いてます。休みの日はどうでしょうか、ね、朝ごはんを一緒に食べるとか、昼ご飯を一緒に食べるとか、どうでしょうやっぱり食事を一緒にするっていうのはスペシャルな経験ですよね。おいしいものを食べるって、やっぱおいしいっていうのはこういう、ね、快楽じゃないですか。嬉しいとか、とかなんだろうな、いわゆるその五感が満たされる経験を一緒にするっていうのが特にいいんですね。さっきの山歩きの話にもつながるんだけど、 なんか、美味しいものを食べてるときって幸せでしょあの僕、美味しいものを食べるときってね、ものすごい幸せなんですよ。特にですよ。なんか自分がもう、もうやりきった後、やりきった後に、まあ、祝勝会とかそういうのが一番いいわな、やりきって結果が出た後のみんなで打ち上げをするとか、乾杯をするっていう、そのいう会がね、やっぱ本当に本当に幸せで、あの瞬間を味わいたいから、僕は毎日頑張ってるって気しますよね。打ち上げをしたいから、みたいな感じでね。 うん、でさちゃんとそのいい打ち上げをするためにはそ,のそこに行くまでのプロセスを全力でやるっていうね、まあ、とにかくその五感が満たされる体験を共有するってすごくよくてご飯っていうのはね食事っていうのはもうそれがもうシンプルにできるわけじゃないですか1日3回そういう機会があるわけで3回それをするのは難しいと思うんだけど朝の時間だけ一緒にするとかでもいいし夜の時間だけでも一緒にするとか。 その中でね、今日一日どんなことするとかでもいいやろうし、えー、昨日どんなことやったんとか、なんか楽しいことあったみたいな、ねえー、毎回ね、聞くような質問っていうのもあってもいいかもしれないね。それ、おかっちの本の中でも紹介してる、good and new ですね。 なんか今日一日で楽しいこととか新しい発見あったって毎回の授業で最初に聞くんですけど、それを食事の時にそれを聞くっていうのもいいかもしれないね。そうすることでね、あ、今日のグッドニューでこんなこと話そうっていうのね、日々なんか日常生活の中でアンテナを立てた状態でいろんなことを体験したり学習できるから、やっぱこれインプットの効率も上がるし、あ、今日はこんなこと話してみようってね、話す、話す中でね、伝える力も上がっていくわけやから、まあこれはあの子育ての話になってくるんですけど、 でまあ、今回は夫婦関係というところで言ってもね、やっぱりそうやって互感が満たされる体験を一緒に共有するというのはすごく大事で、手軽にできるのが一緒にご飯を食べるということなんじゃないでしょうか。まあ、テレビも消してね。まあ、時にはね、まあ、おかちとゆうがちゃんはね YouTube 見ながら、見ながら、そこで話していることを停止ボタンを押して、今どう思ったみたいな <laughs>、そういうことを、えー、話しながら食べてます。はい、最近ハマっているのは、あ新 R25 の、なんだろうな、あれ。 思春期ビジパっていうあのシリーズがあるんですけど、それを見ながら、えーえー、食べてます、ご飯を。昨日はつんくさんの話ですね。若新さんとつんくさんの対談。あれは面白かったね。まだ半分ぐらいしか見てないけどね。はい。次は7つ目。喧嘩を恐れない。うーん、これすごく大事ね。あのー、うまくいってる夫婦ほど喧嘩してるんですよ、ね。喧嘩を恐れないんですよ。喧嘩を避けないんですね。これすごく大事ですね。喧嘩っていうのは価値観の衝突じゃないですか。 ね、僕が思ってることと優香ちゃんが思ってることが違うってことでこれを、えー、言わないと分かんないんですよ何が違うのかね自分はこういうことを大事にしててこあなたのこういう行動に対してはちょっと、あのー、嫌な思いをしてるんだよってことをちゃんと伝えないことには分からないですねそうなのでここでしっかり我慢しない喧嘩を避けないってこと対立の中でしかお互いの価値観が分からないこともあるんですよ もちろんね、対立してない中でも、私こんなことが大事でとか、こんなことが嫌でっていうのは伝えれます。でも実際に、ね、対立、ちゃんとそれを、ね、えー、何か問題が起こった時に、あ、これこんなこと言ったら相手を,相手を傷つけるんちゃうかとか、こんなこと言ったら喧嘩になるんちゃうかなって思って、それを抑えてしまったら、相手には伝わらないんですね。自分の真意が。思ってることが。ね、で,で、こっちももやもやするし、相手もそれでいいものかと思うわけじゃないですか。いいものかと思うから、 やってくるわけでしょ、相手もそういう例えば、それがなんだろう、えー、テレビをつけっぱなしにしたりとか、電気の、えー、コンセントの抜き忘れであったり、そういう些細なことかもしれへんけど、ね、でそれが嫌なんだってことを伝えないことに相手にわからないわけで。なので、喧嘩を恐れずに、ちゃんと自分の嫌な気持ちは嫌って伝えるし、こういうことやってほしいってことはやってほしいって伝える。それで、たとえ喧嘩になって対立になったとしても、お互いが納得できるまで諦めないってこと。ここすごく大事だよね。 諦める。何を言ってもどうせ無駄やって諦めていると、諦めちゃうんですよ。だってそれで、何度言ってもダメやったって経験をしてるから、傷つきたくないから諦めちゃうんですね。でも結局、諦めると、夫婦関係は良くならないんですよ。諦める状態で良くな,らな,いなるわけがないじゃないですか。ね、なのでお互いがああの、ね、お互いが納得できる答え、一つ、見つからなかったらいいんです。見つからなくても、今の段階ではお互い考えが違うよねっていうところで、納得するっていうのもありなんですよ。 絶対に話し合ったら納得できる答えを見つけない,見つけないといけないじゃない今の段階ではお互いの意見に相違がある子供をね、えー、中学受験させるのか中学受験させないのか学校に行かすべきなのか学校に行かさないべきなのか,かさ休ませてあげた方がいいのかね意見に相違はあるだけれども相違はありながらもその中で、えー、なんか場面場面でね話し合っていこうっていうことを決めたらいいわけね とかお,たお父さんとお母さんの意見は違うけどそれを子供に伝えた上で最終的に子供に決めてもらったらいいよねっていうふうにねそういうふうに、えー、アイデアを見つけることもできるじゃないですか、ね、なので諦めないってことこれがすごく大事なんじゃないかなって思いますはい、えー、8つ目家の外に友達を作るうーんねあのパートナーに自分の全ての欲求を満たしてもらおうと思わないってことです お金を稼ぐことも子育ても、ね、自分の趣味の、えー、付き合いも旅行の話もなんだろな、えー、登山も全部パートナーで満たそうとしないってことこうすると疲れるんですよこれするとお互い不満がたまるから,から例えば、ねえー、パートナーとは登山は一緒にするけど、えー、音楽ギターに関しては〇〇さんとするとか、ねえー、旅行は一緒にするけど えー、ランチを食べるのはまるさんとするみたいな感じね、えー。自分がやりたいこととかあったときに、いろいろとあったときに、それを全部家族でそれを満たそうとしないってこと。うん。それは子供においてもそうですよ。自分の欲望を子供を通して満たそうとしない。それを子供,子供は自分の欲求を子供は満たしたらよくて、親の欲求を満たすために子供は生きなくていいわけじゃないですか。子供には子供の人生があり親には親の人生がある。ね。その中で、 えー、親の欲求を満たすこために子供が生まれてきたわけではないので自分がやりたいこと、やってほしいこと、叶えたい夢あった時にそれを子供を通して叶えるとか、ねえー、パートナーに付き合ってもらうではなくてもちろん付き合ってもらってもいいんですよもらってもいいんだけどパートナー以外でも OK なんですね家の外に友達を作るこれはもう8番9番にそのままつながるんだけど9番にもつながるんだけど そうやってパートナーとか家族にすべてを求めてしまうとそれはどっちかが我慢するどっちかが不満を抱えることになる、ね、例えばおかちは全然野球が興味ないんだけど優雅ちゃんが野球しよう、野球しようって言ってたらまあ1、2回は付き合えるけどずっとそれ言われたら僕からしたらしんどいわけじゃないですか、ね、それだったら優雅ちゃんはねおかち以外の野球をね一緒に楽しめる友達を見つけてもらったらね僕はその間僕の好きなことができるわけで、ね、ストレスもたまらないわけでしょ。 もちろん時には一緒に付き合うことも大事なんだけどね えー、家の外にそうやって自分の趣味であったり自分の欲求を、えー、欲求とか自分のなんだろう共通として、えー、好きなことができる友達を作るっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなとそれはかあの家庭の中でね不満を持った時に話を聞いてもらえる相談役っていうことも含めてね、うん、子供のことの相談パートナーのことの相談でもいいし趣味を一緒にできるあの友達でもいいしとにかく家の外に友達を作るということでそのまま9番家以外の居場所を持つそうなんですよ 家しかなかったら逃げ場がないから、ね。これ苦しいんですよ。家の中の問題が何かあったときに、ね、これを誰にも相談できないわけじゃないですか。ねあのー、息抜く場所がなくなるわけでしょ。なので、えー、家以外に自然体でいられる場所を持つ。それが自分の趣味であってもいいし、えー、喫茶店とかカフェでもいいし、映画を見るっていうことでもいいです。とにかく自分が安心できる、自然体でいられる場所を見つける。 で、えー、なんかストレスが溜まったり、ちょっとふって息つきたいときにはそこに行く、ね。おすすめなのはチェアリングです。これは無料です。いつでもできる。あのー、キャンプ用の椅子あるでしょあれを自分がお気に入りの場所、ふっと、あのー、一息、ね、つける場所に椅子を持ってってそこに椅子を置くんですよ。でそこに座る。ザッツイートです。以上です。これでリラックスできる。お金かからない。ね あのや僕は山の中でね、あのそうやって、まあ、僕は山,山,山歩きは、ね、別に椅子がなくてもできるんだけど、いろんなところにベンチがあるんでね、ベンチがあったり、木の上に座ったりしながらね、ふっとこう一息ついてます、ね。山全体が僕の居場所なんで。はい、10、役割を押し付けない。これ大事よね。もちろん役割を決めることも大事なんですよ。えー、ごみ捨てはパパ。ね、お風呂合いはパパ。 料理作るのはママみたいな感じでね役割を決めること、これは大事なんだけど、役割を押し付けられると苦しいんですね。うん、その役,割で役割でしか付き合えない関係性になるから。 そうじゃなくて、役割を離れて付き合える関係性、つまりずっとパパ、ずっとママっていう役割ではなくて、役割の中で付き合うのではなく、そのパパとママという役割を離れてね、離れて一緒に楽しい時間を過ごす、一緒の時間を過ごすっていう時間も大事なんじゃないかなと。そう役割になると、どうしても仕事関係みたいになる,なる,なるでしょ。なんであなた何々してないのあなたの責任なのにとか。だからそういう話になるわけじゃないですか。ね でもちろんその役割をするのは大事なんだけれども役割を離れてあの付きあえる時間も大事だろうし役割ができてなかったらもう、ねえー、あんた掃除,掃除やれって言ったじゃないじゃなくて、ね、相手が疲れてるんだったらあの自分がとこ代わりにやってあげるってことも含めてね。役割だからそれはあなたがやるんでしょうあなたの責任でしょではなくて役割を超えてね、お互いができないときは助け合えるそういう関係性を、ね、作っていくってことが僕は大事なんじゃないかなと。 思ってますはい半分終わりましたね残り半分ですねほっこりするメモ書きやってますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカッチです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは子育ては夫婦関係が9割うまくいっている夫婦の共通点ですということで ドキッとするよね夫婦関係が子育てに影響するっていやそうですよね夫婦の関係性そこが安心できるものじゃなかったらそれは子供,も子供にも影響するよねでずっとずっと言ってる通り、えー、子育てにおいて大事なことっていうのは親子における安心感を作ることなんだとで子供が安心するためには、ね、夫婦同士の関係性ってものすごく大事よねそこで、えー、父親も母親もも母 えー、その関係性の中でね不安があったり、えー、恐怖があったり脅しがあったり、まあ、そういうような関係性ですと子供も安定しないし安心しないということですよねなので今回はねもうこういうテーマでさせてくださいはいこういう本があったんです子育てや夫婦関係が9割と、まあ、9割とまではいかへんけれども、まあ、確かに影響するよねというところでで,でね、まあ、しばらくここ最近というか僕最近毎日 YouTube 撮ってるんですよ 毎日1時間撮ってるんですよほ。ほぼ毎日撮ってて、ずっとその子育て関係のこと、子供との関わり方とか、こんな声がけいいですせみたいな話をずっとしてて、ちょっとね、正直ね、飽きてきたんですよ。<laughs> 飽きてきたって言ったらあれなんですけど、同じような話になってくるわけじゃないですか。ね。テーマが変わっても、話すようなことが同じような内容になってくるので、ちょっと、あのー、今日はね、えー、空気を変えてというか、 テーマを変えてというか、えー、子育てから離れて夫婦関係の話をしていきたいなと思います。というのも、あのー、僕と優雅ちゃん、めっちゃ仲いいんですよ。あ、僕の奥さん、ね、なんですけどね、優雅ちゃんね。結構うまくいってるって思ってるんですね。僕はこれまでたくさんの方とお付き合いをしてきたんですけど、もちろん、 その関係性っていうところでは一番いいし、えー、僕が今一番信頼できて安心できる方がまさに優雅ちゃんっていう奥さんなんですね、妻なんですけど。で、まあこういうふうにまあ、今はもう大体10年目かな、10年お付き合いしてるというか、えー、お付き合いしてからまあ一緒に暮らしているんですけれども、その中でね、えー、やっぱりいろんな喧嘩もしたし、うまくいかなかったこともあった。 でふ、2人の中でね、こういうことをルールにしようっていうことでね、やってきたことがあったので、本日はね、それを紹介します。ただ、僕だけの話だったら、いや、それはあんたらだからうまくいったんだろうっていう話になるので,で、僕は結構夫婦関係の相談って受けること多いんですよ。で、初めは夫婦関係の相談じゃないですよ。初めは子供が学校に行かないとか、えー、子,供子供の発達が気になるとか、ね、そういう子育ての問題のことに対して話に が話がこう、ね、悩み相談が始まるんですね、最初は、まあ、そういきなり夫婦のことは僕に聞かないじゃないですかただね、それを話していくうちにつれてこれって最終的には、えー、相方に相談できないことが問題の本質だよねとかね夫婦においてそれを協力して取り組めないことが問題だよねっていうところになることが多いんですね。 なので結構夫婦関係において、まあ、どういうふうにコミュニケーションしたらいいのかであったり夫婦円満になるための関わり方であったり行動習慣っていうところもね結構提案してきたのでその中でうまくいった方法もギュッギュッギュッとね厳選して今日はね20個紹介しようと思ってますというのも、えー、というのもって多いのかち、えー、このようなことってありませんか子育てのことで相方にね話し合おうとしたらめっちゃ めっっちゃ不機嫌になってめんどくさそう。でもうそれが嫌やからもう雰囲気があるのが悪くなるのが嫌やからもう話し合いするのを避けてる結局家事とか育児を一人で抱え込んでしまって自分が我慢している。自分ばっかり大変や相方に対する不満もあるし、ね、ストレスもいっぱいあるんやけどこれをね話し合ってもどうせもう言うことを聞いてくれへんしもう諦めてる。 初めは一緒にいると安心できる関係だったのがいつの間にか疲れる関係に、まあ、このような相談を受けることが多いんですねでなんでこのような関係になってしまうのかということですよもう結論を言いますと、えー、夫婦関係が悪くなるコミュニケーションをしているからそれなんですよ日々のコミュニケーションが変わればお互いの関係性が変わりますし投げかける言葉が変われば声がけが変われば夫婦関係は良くなっていく なので,なので今回は夫婦におけるコミュニケーションを中心として、まあ、どのように信頼関係を築いていくのか具体的な関わり方とか行動習慣そしてうまくいっている夫婦の共通点を厳選して20個紹介していきたいと思います最後まで聞いていただけたらお互いが言いたいことを言い合って話し合いたいことを相談でき一緒にいると穏やかな関係になれるんじゃないかなって、えー、期待はしていますはい こんな感じでやっていきましょう、えー、この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくねあと公式 LINE ではね有料講義で紹介してる動画26本を、えー、無料で、えー、プレゼントさせてもらってるんで概要欄から公式 LINE も登録してくださいということで、えー、それでは早速いきましょうかうまくいってる夫婦の共通点その1 挨拶するうーんどうでしょうかおはようこんにちはこんにちはは言われんない。<laughs> いや、僕結構いいですよ。ゆうかちゃんに、こんにちはーって。結構いい。一日ね、一日5回ぐらい言うんですよ。無駄に。無駄に言う <laughs> 特にこれは全く意味がないんですけど、こんにちはーって言ったら僕もこんにちはーって返してくれるんでね、うん。僕ら夫婦はめちゃくちゃ挨拶は多いと思う。寝る前もね。えー ありがとう、ありがとう、こんばんは。こんばんは言わへんな。<laughs> こんばんは言わへん。<laughs> おやすみやな。おやすみって言ってね。おはようっていうのを言うし、まあ、こんにちは5回ぐらい言うやろ。うん、とにかく挨拶は多いと思います。無駄にします、僕。うん、まあ、これ何でするのかなって。まあ、会話のきっかけになるし、なんか挨拶っていうのは、あなたがここにいて,いてるっていうことへの承認じゃないですか、えー。ここにいていいんだよっていう、それを認めてるっていう声かけでしょ。うん、 承認のメッセージも込められているので、そういう意味で、えー、挨拶もしているのね。うん、<え>そういう意味なんかな、まあ。とにかく自分が心地よくなるからね、挨拶して帰ってきたら嬉しいし、まあ、帰ってこんでもおはようって挨拶すると気持ちよくなる。で、やっぱりそうやってね、えー、向こうもおはようって言ってくれたときに、おかちもおはようって言うと、これ、ここでこの双方向のコミュニケーションができるわけで、うん、まあ、そこやっぱ挨拶が、挨拶からでしょ。 ねいさがないと他の会話に進まないわけじゃないですか。おはようとかお休みとかなしに、ね他、他の会話になかなか進みにくいわけでしょ。なので、まずは挨拶でしょう、うこれは。まずはよううんおはよう,、うんおはようあの、元気よく挨拶うん1年生の時にね、えー、練習したとか。 じゃないですか挨拶の練習。一年先生やな。幼稚園の時に、おはようございますってやったでしょ。まあそこまで行かなくてもいいんだけど、まあ、ちょっとあのにこやかに挨拶する。うん、無理せずにね。にこやかに挨拶する。まあ、ここから会話が始まっていくと思うので、まずは、その1は挨拶ですよね。挨拶ですね。じゃその2、まず理解する。ちょっと望みますね。そうなんですよ。まず理解する。 分かってほしいとかねこっちの気持ちどんだけ大変なのか理解してほしいって気持ちは分かりますでもこれねコミュニケーションの原則なんですけども理解してほしいならまず理解するんですよ話を聞いてほしいならまず聞くそうなんですよ相手のことを変えることはできないんですよ、ね、変えることもないできないでも自分の行動を変えることはできるんですねで自分の行動が変わることで相手に何らかの影響を与えることができるんですね だからこっちが話を聞いてたら何らかの影響を与えて向こうも話を聞いてくれるかもしれない。だけどこっちが話を聞いてない。こっちの行動を変えてなかったら向こうも行動を変えないんですよ。変わらないんですよ。影響を与えられないから。ね。理解したいなら、えー、理解してほしいならまず理解する。話を聞いてほしいならまず聞くということ。ここですよね。聞く。話を聞くってどういうことでしょうか。話を聞くとは、 言葉にならない言葉を言語化してあげて、相手に、そうそうと言わせること。これが話を聞くでございまする。いいですかそうそうと言わせることなんですよ。ただ、相手の言葉を耳に入れるだけじゃないんですよ。うなずくだけじゃないんですよ。目を見て聞くだけじゃなくて、ね、あなたが言いたいことはこういうことなのってああ、こういうとこがあったから辛かったんだねっていうふうに話を理解して、それを言語化して伝えてあげる。 で、相手が、そうそうっていう。これが、理解したって、理解できたってサインなんですよ。ね。これ話聞いてるよじゃないんですよ。話を聞くっていうのは、そうそうと言わせること。どう一日に何回パートナーにそうそうって言わせてますかはい。ここなんですね。そうそうと言わせる。これ話を聞く技術ね。 うちの講座、ライフスキルにコーチ認定講座とか、生き方プロジェクトでとかでは、生き方プロジェクトでやってないな、ライフスキルコーチ認定講座とか、インスタグラムのオンラインサロンではね、こういうことを実践でね、できるように、えー、トレーニングしてます。はい、3つ目、ご機嫌になる。はい、えー、っとですね、あのー、人生において、自分がご機嫌になること以上に、大事なことはありません。ですよね。 どうある他にある自分がご機嫌になること以上に大事なこと自分の気分を整える自分の気分を上げるこれ以上に大事なことってあるないんですよねないんですよね自分の気分が悪かったらご機嫌じゃなかったらいわゆるなんだろう車で言うとガソリンが入ってない状態進まないんですよ無理,やるやる無理やりやる気を出して自分を奮い立たしてやる,やるぞってなってもその状態でやったらやっぱ心も体もね壊れちゃうんですねそう。 コミュニケーションにおいても、自分が <laughs> 自分はご機嫌じゃなかったらね相手の嫌なところばっかり目につくんですよ、ね、不,で不満ばっかり溜まっていくんですよストレスが溜まるそういう状態で、ね、コミュニケーションできないでしょ、ね、不機嫌な状態でめもうしんどいじゃないですかなので相手とコミュニケーションをとるためにもまずは自分の気分を整えるということご機嫌な状態を作るということ、ね 相手がいなくても、相手に何々をしてくれたから、相手が私に何々をしてくれたからご機嫌になる。これ相手次第じゃないですか。じゃない。相手がどんな行動をしようが、私の気分がかあ上がっている状態を作るってことですよ。そう。自分で自分の気分を整える。自分の機嫌は自分で取るってことですよ。これ、これあのコントロールできるじゃないですか。自分の行動は。ね、今ちょっと喉が渇いたからコーラを飲む。これ、コントロールできるでしょ。でもね。 誰かにコーラを買ってきてもらうっていうのはコントロールできないんですよ。もちろんお願いしたら買ってくれるかもしれんけど、買ってくれるかどうか分かんないですよ。でも自分で,お金でか、自分のお金で買ってね、コーラをコップに入れて、ね、この YouTube 配信中かもしれんけど、コーラを飲む,か飲むかどうか、これ決めれるんですよ、自分で。これ自分でコントロールできることなんですよ。ね そういうふうに、自分の機嫌は自分で取る、自分の気分が上がる方法、作戦を練って、メモに書いて、書いてね、えー、なんかできることから実践していくということ、そして、えー、今この瞬間最大限、最大限ね、自分の望みを叶えていって、えー、快楽なょ、快の状態を作っていく、気分を上げるっていう状態を作る、不快を取り除いてね、えー、ストレスを取り除いて、快の状態に気分を持っていくということ、これがまずはあのコミュニケーションをする土台を作る上で大事です。 ね、土台を作るね。そして、そういうことができて、4つ目、会話の量を増やす。ねどうでしょうか。会話してますでその会話の中身ですよ、大事なことは。会話の中身がね、報告、連絡、相談、業務連絡、ねえー、明日ゴミの日やで、ゴミ捨てといてよとか、ね子供のえー、子供何時やから、ちょっとこう送迎してあげてとか。 ねえー、ここにいつまでも、あのー、脱ぎ散らかして服置かないとかなんかそういうふうな指示したり命令したり報告したり叱ったり、ね、注意したりそのような会話が多くないですかどうでしょうか、ね、話すネタがないって言ってそういう業務連絡だけになってしまうとなってしまうと心と心が通わない関係になっていくんですね。 お互いの信頼関係。まあ、信頼関係でも心と心が通わなくても、できる部分はあるんですよ。あるんだけど、それ一緒に出て楽しいどうですか安心しますどうですか安心できて、お互いが自然体でいられる。うん。あここでね、ちょっと定義しましょうか。いい夫婦関係ってどういう関係っていうやつ。ちょっと定義するの忘れてました。ね。で、これはね、いろんな考え方があると思うんだけど、僕はね、えー、お互いが自然体でいられることかなと思ってるんですよ。 自然体でいられること安心している状態、ね。お互いの自由を尊重し、ね、もちろん自分は自分の時間を作ってその時間で自由にするし、ね、相手も自分の時間の中で自由にする。ねね、お互いの自由を尊重し合える関係。で自然体でいられる。 そこら辺がね、いい夫婦関係かなと思ってるんですね、僕はねで。自然体でいられるってなった時に、相手がどんな気持ちなのかとかね、相手が何を考えてるのかっていうことをちゃんとこう理解するで。お互いの気持ちを理解し合うことが大事なんですね。相手が何者かわからんかったら、何を考えてるかわからない、どんな気持ちかわからない状態だったら、安心できない。安心できなかったら自然体になれない。どこかぎこちない感じになってまう。ですよね。 そういう意味で、やっぱり会話の量を増やす。でその会話の中身、中身でが業務連絡が半分ぐらいになっているではなくてね、業務連絡が3、業務連絡以外が7です。ね、心と心が通い合うような、ね、会話です。もうささいもう些細なことでいいですよ。あ、出川てっちゃんおもろいなとか。 ね、ここの先どうなるのやろうみたいなそういう映画見ながらね、えー、そういうことを話し合うとか何だろうそういう業務連絡ではない、えー、報告連絡相談ではないね、えー、お互いの気持ちを共有し合うようなそういう会話の量を増やすってことはとても大事なことなんじゃないかなと僕は思いますはい5つ目 共通の趣味を持つ。あ、これはいいよね。お互いが笑い合えることをする。お互いがね、心から楽しいと思えることをする。まあ、どっちかが無理をするってことではなくね。まあ、た、時にはね、お互いの趣味に合わすこともあってもいいと思うんですよ。ね、パートナーが、なんだろう、野球が好きやから、ちょっと甲子園に一緒に行くとか。ね。えー、奥さんがね、えー、なんだろうな。 えー、フラメンコ好きやから、フラメンコの発表会行くとかね、そういうふうに、たまに時にはね、お互いに合わせることも必要ですが、ですがね、お互いが心から楽しいと思える趣味を見つけるっていうのはね、めちゃくちゃいいと思います。で、僕はね、優がちゃんとずっと朝散歩をしてたんですよ、2年間ぐらいね。まあそれ、それでよかったんですね。夫婦の会話も生まれるし、もう些細なね、あの一緒に楽しい空間をあの共有してるので、あ,あそこにカモさんいるでって、 えー、鴨さんあの騎士から離れて行ったけど、またこっち戻ってきたわとか、なんかよくわからないけど、なんかそういうね、えー、一緒にこう体験していることを共有したりとかね、えー、そもそも歩くこと、体を動かすことってすごく健康にいいし、そういうふうにお互いにとってスペシャルな時間を共有できるってことでね、やっぱりこう、絆も深まってくるしね、えー、楽しいことを共有することで、関係性っていうのもね、えー、よくなってくるよね。うん、で今はね、優香ちゃんとやってるのはあの、あれですわ、あのー、山歩き。 うん、山歩きいいよ、うんまあまあ、ちょっとこうしんどいときもあるけど、登山でね、いや人ゴールを目指して、まあ、ゴールを目指していってわけじゃないな。<laughs> 一応ゴールはあるわけやあの、ね。山の山頂っていうゴールがありながら、まあ、時には別に山頂を目指さないハイキングをすることもあるけどね、うん、そういうふうにね、こういうふうな道行くよって言いながらね、お互いが休憩しながら、お互いの体を偽りいたわりつ,つね、えー、鳥の声を聞いたり、 えー、足をね、川に浸して、チャプンチャプンしたりとかね、そういうふうにね、共有、を一緒に美しい、えー、環境の中に身を置いたりとかね、楽しいことを共有するってことね、僕らめちゃくちゃやってます。それはね、あのいいよ。うん、とにかくいい、いいです。<laughs> あのお互いが安心できる関係性をつくっていう意味で、共通の趣味を持つことは、あのすごい効果的なんじゃないかなと思います。